はいどうもピョッキングです。今日もトロールコース一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、久しぶりにテルルさんのコースですね。トロールファミリーということで、スパイファミリーとかけてるんでしょうか。まああのサムネの絵はですね、スパイファミリーの中に出てくるアーニャっていうキャラクターと思うんですよ。でこのアーニャちゃん、ちょっと特殊な能力があって、人の心が読めるんですよね。その人の心が読める能力を隠しながら生きていく儚い女の子なんですけど、ただ僕もみんなには黙って言いましたけど、人の心が読めるんですよ。なんで騙しコースをやって罠を避けるぐらい楽勝なんですよ。みんな見ててこのコースが終わる頃には僕のことをきっとピオーニャって呼んでるはずだから。それじゃあやっていきますか。まず左のハテナはね、魚だと思うんだよな。なんで叩いてすぐ逃げる。まあまあまあ、ブロックは心持ってないからね。心持ってないやつの心を読むことはできないから。そしてここは赤とかなんか出てきそうだな。多分ねブーメランとか出てくるんじゃない。あっバレ開幕バレー。いやここ見るからに怪しいからさ、絶対ブーメランか猫が出てくると思ったんだけどな。それじゃあ進んでいきますか。さあ次は上にジャンプするしかないで、上にジャンプしてみます。そしたら、いや大丈夫。さあ魚にも引っかかりませんでした。このままヒップドロップして進んでいきますか。ここはどうすればいい。はっ何やってんだって、狂ってんじゃんか。そしてお前の名前は何なんだ。それじゃあここはヒップドロップして、パンが発動した瞬間に右にダッシュ。そしてこの名前が分かんない誰かさんを超える。それで合ってるでしょ。よしよしよし。さあ無事にハンマーもゲットできました。進んでいきましょう。はっ、いやまだ、落ち着け。一旦チビになれるでしょ。そして先に進めるっていう感じなんじゃないかな。さあ行きましょう。ここは、うわ上にハンマーが必要って書いてるよね。えでもハンマーを持った状態でここまでどうやって来るんだろう。この先にヒントがあるのか、テルルさんはヒントくれるからな。右にハンマーがあってボックス、分かったよ。多分ここでハンマーを出して、そしてこの状態でシャカシャンっていけるっていう感じなんじゃないかな。多分そうだよね。ああなるほど、そういうことね。あっつ。それじゃあここは右でハンマーを手に入れて、この場所で箱を2つ出す、そんでシャカシャンで先に進めるっていう感じか。これこそ 3D ならではの仕掛けだよね。なかなか見ないな。それじゃあここは右に行って、どうしよう、左に打ちます。どうなる。パウブロック、あのパウブロック、こっから先進めないよね。行けんのかな。いやめめじゃねえんだって。こっから先どうすればよかったんだろうね。この土管の中にもしかして入れればいい。どうなる。なるほど、これで先に進めるっていう感じか。そしてまたまだお前か、何だよ。でもそんなことしないんで。絶対上はな、なんだそれは。なかなか頭使うねテルリさんのコースって。それじゃあすぐに土管に入っていきましょう。この砲台を持ったまま中間っぽい、いやつららあるのかちゃんと。じゃあこのつららで注意してもらって、あの中間ポイントが取れるっていう感じでしょう。そしてここはピンクコースか。今気づいたぞ。どっから行こう。10コインの方から行ってみるね。うわブブー言われたよ。えダメなのこっち。ロールって書いてました。この先何があるんでしょうか。キッシュ、絶対魚が出てくるやつだ。どこに出てくんの。あなたですか、新しいな。さあ食べてくれフグマンデン。どう似てた。そしてさ、ここピンクインコースだけど行き道が1個しかないんだよね、この場所しか。俺上は。なんだテレサ、かわいいな、そんなところで調子こらって。あ、先に進めくなってる。すいません皆さん、かわいいテレサちゃんと戯れて。それじゃあ進んでいきますか。もうかわいいテレサちゃんに目を奪われない。さあここは左、絶対罠だと思って右に行きます。はっ、うわあそこにキノコ出してきやがった。どうしよう、一旦ピンコイン取って。Oh, no. いや合ってんじゃない、これ見えたよ。なんで土管から出たら右の場所でキノコを待っておく、それが正解だと思うんですよね。いやー忘れてたよ魚、お前のこと。じゃあ一旦魚避けてここでキノコ取って先に進めるっていう感じだね。あ先に行けね。
何やってんださっきから。それじゃあここはキノコを取らなくてよかったんだね。そんでこの黄色い土管に入っていけと。それじゃあ進んでいきますか。さあ次は左の土管は入れない感じだね。あ、上に木箱いるって書いてる。もしかしてさ、あの木箱持ってこいっていうことかな。うわ、下はあーじゃねえか。いや大丈夫、あのあーがあーだよ。これさっきの場所か。フグマンデン、僕はお前に食べられても思い通りにならないからな。きっと食べても美味しくないから。食べても僕はお前の腹の中から引きちぎってやる。それじゃあここは箱を持ったまんまこの黄色いブロックに進めっちゅうことか。今ちょっと福岡弁出てしまいました、申し訳ない。あ、待って、どこやってんの。じゃあここは一旦下に下ろして先に進む。そしてビッグコインを取って、このつらら、うわ落ちないやつか。ヒップドロップしろっていう感じかな。それはわかるか。あのオンオフブロックのところわからんくない。なんで。そこに隠しブロックはずるいって。もう頼むって。もうこの先またフグマンデでしょ。何回このフグマンデにやられんのよ。フグマンデもう来ないでいいじゃんか。僕ブロックだよ、美味しくないよ。プロペラもあるから食べたら危険だろ。だからやめろって。ここの隠しブロックもう引っかからない、真ん中にあったよね。よしよしよし。で、端っこでヒップドロップすれば多分大丈夫だと思う。そして危ねえ、絶対引っかかったと思った今の。さあ進んでいきますか。そして次は、うわあ上のハテナブロックすげえ叩きてえな。強制的に生かされたけど、なにこれ、コイン。それじゃあここは上か下なんだけど、上しかないよね。ビッグコインの方を信用していっていいと思うんだけど。上に魚がいる。あの魚大丈夫かな。当たらないから走っていってみます。はい。そしてヒップドロップでこの鍵ブロック、この鍵ブロック、これで鍵取れるでしょ。そんで鍵ブロック入っていく。さあ行きますか。これで合ってんのかどうなんだ。なんかやめ、やりました。そしたら合ってる。で、時間ポイント取れるでしょ。ツルツルしてんじゃねえよ。めっちゃ焦った今、全然進まなかったから。さあ中間ポイント無事取れました。そして次は下のこの扉に入っていけばいいのか。さあ進んでいきましょう。まあまあまあ中間ポイント取れてるからね。こっからドアに入って右押しっぱでいいみたいな感じだったんですよ。さあ行きますか。なんかさっきと違うくらい。え、これ右、やっぱいけないよね、でかくなっちゃってるから。っていうことはまたフグマンデに食べられると、そういうことですかね。頼む、なんか変わってて、せめてフグマンデじゃない誰かが来て、お願い、フグマンデか。どうなった、フグマンデだ。はい、それじゃあ戻ってきましたよ。中間ポイント2を取ってわざわざやられて、ここは右を進化したらいけなかったっていうことだね。そんでここは上に行ってこの土管に入る。あっ、このモヒカン坂で。まさかこの一マスのところにさ、隠しブロックが隠してあるだなんて思わないよね。さあここはどうすればいいでしょう。何もしない、よしよしよし。いや何もしないでもこれどうしようもないよね。上に行く以外ないと思うんだよね。なるほど、そうきましたか。まあ分かってたけどね。じゃあここは上に行ったらいけないっていうことだから、昇降しろっていう感じかな。あー、やっぱそういう感じだね。そしてキノコがもらえる。さあこのキノコを持って上に行けたよね。このブロックを叩いていける。さあ行きましょう。このハテナはなんだ。あ、待って、そのブーメラン大事大事だよ。くっさ、ゴイ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 。次をさ、あの右上のブーメラン急いで取りたいと思います。早く、このアリヘンが来る前に。そしてどうすればいい、行き過ぎた。やばいってこれ、も顔出すぎじゃねえか。バカにすんのも大概にしろよな。それじゃあ次こそ行き過ぎないように、あのブーメランを取って、ブーメランを取った瞬間すぐでやってなんだ、でやってちゃんと喋れ。じゃあここは股間でいいのかな。もういや、まだワンチャンあるよ。あ
じゃないね。それじゃあ今右上にいるんですけどね、この場所でチビになって先に座らきゃいけない。そうしないとこの土管に入れないもんね。さあもうそろそろゴールが見えてもおかしくない頃だと思うんですけど、あーって言われたな。見気になんない、怪しくない。なんもないか。じゃあここはピースイッチを踏んでどうなるんだろう。頼む、右を失敗、右を失敗が正解。あーやばい、こっちはやばいやつ、頼むって。いやマジかよ、フムランネムの場所。あ、いや、なんか変わってる、もしかして。うわ、やっぱこっちはいけないよな。なんでフグ万年のこの場所が何か変わってくれてたらいいんだけど、お願いします。ゴールになってるわけないよな。あ、ゴールじゃん。やった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 。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。プロンプトエラーメッセージということで、エラーメッセージを表示するということでしょうか。このコースもですね、ツイッターで教えてもらったんですけど、秒死のプロのピオキングさんならクリア率 1.34% の緩めのコース、一発でクリアできる可能性あると思います。できたんだよね。できるか。いや、みんな一つだけ言わせて、僕結構さ、クリア率 0.何% 台のめっちゃやるじゃん。だからさ、クリア率 1% 超えが緩いみたいな、そんな考えやめてほしいな。普通に難しいからね、クリア率 1.34% って。それじゃあ早速やっていきますか。まあまずどんな感じのコースか一旦見ていいかな。まあいつも見てるけど、まずピースイッチを踏んで右に走っていけ。多分そんだけだよね。あ、タイムが10秒しかないんだね。ゴール遠くね。そしてどこに目押し要素があるんだろうね。このピースイッチを踏んでスターを取って先に行けば何かあるのかな。ビオキングン、畳の見物関係が来る。マリアだって余裕だな。僕は一発でクリアしたと思います。なるほどね。なんかそんなの分かればもう余裕じゃん。タイミングよくドアに入るだけでしょ、このまま右に走ってって。さあビオキングン、押し置きされる前に僕が押し置きしてあげようじゃないか。キャー。だいたいさ、このコース名エラーメッセージを表示するって書いてたじゃん。僕の脳内の中常にエラーメッセージ出てるからね。 Windows であるじゃん、 OK 押しても消せないやつ、常に僕それだからね。さあこのタイミングで、うえっ、やべえ、やべえ、タイミングがむずっけえ。これはっ、ピオキンブ倒しちゃった。さまあねえな、ピオキンブ、あなたを置いて僕がゴールしたいと思います。さあこのタイミングで、うえ、下じゃない。もうお母さん、なんで起こしてくれなかったの。今日入学式だよ、大事な日なんだよ。いつまでもお母さんに甘えなさんだ。さっさと行ってらっしゃい。間に合うかな、逆に。あと1秒で校門が閉まっちゃう。はい、退学。ねえ、あなた、大変よ。ピオキング、お弁当忘れちゃってる。何、今日は入学式だろう。そのお弁当がないと、一緒にご飯を食べようって言って友達を増やす口実が作れないじゃないか。ピオキング、お弁当を届けてきたぞ。来た。お父さん、ありがとう。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてツイッター、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。